はい、ということで、ニューイヤー駅伝の1区からですね、振り返っていきましょうということで、1区はですね、まあ、空前絶後の区間新記録の佐藤祐希さんだったり、まあ、塩沢選手ですよね。まあ、非常にね、スローのペースで箱根駅伝1区を進んでいった時もう歴史的なスロー展開で進んでいったあの箱根駅伝1区のレースを動かした塩沢選手。その時に、サンキュー塩沢というようなね、フレーズが定着したんですけども、この2人、まあ、ハイペースでいった佐藤祐希選手、そしてスローを動かした塩沢 選手とことで東海大 OB のね対決非常にね熱かったなというところですし他にもねしわ選手とは東海大の同期で宮古王子全国高校駅伝で1区で競り合ったなとい選手もですねその時以来というかまあ全国の大会ではこの時以来のですね1区対決というところで非常にね見物他にもねあの一村選手だったりとか小松選手ということで東海大 OB のね非常に有力なランナーが揃っていたというところでねいい区間だったかなというところですしまあ今年はね腰はというか相変わ ずスローのね展開でスタートしていって5キロはね15分07ということで非常にね集団も横長というところでも木選手なんかは最初ね浅木加瀬後ろにいましてで潮田選手とかはとの選手はね真ん中にいたりとかっていうところでしたねであのやっぱり10キロまあ、5キロ過ぎて10キロに行ってるまで,で結構ね出てきたというところでしたかね14分26というところで5キロから10キロは上がっていって で、マトの選手が、ま、先頭引っ張ったりとか、正常選手もいい位置に行ったりとか、 ま、市村選手は、もうやっぱね、あのー、東海大学税もね、いいポジションにつけていたり、小袖選手もね、いいとこいましたね、というところで,で、村山選手も結構やっぱね、隠れてて落ち着いてたかなっていうところで、スパートに備えるというところでした。で、最後はですね、叩き合いですね。まあ、小袖選手が、区間賞行くかなと思ったんですけど、村山選手がね、やっぱね、あの、スピードですよね。本当にね、まあ、1500もね、強い選手ですし、スピードある選手ということで、村山選手が、 勝って、同タイムで区間賞。で、小袖選手も区間、えっと、2番ですけど、同タイム。で、大田直樹選手がですね、まあほ、ほあの、最後のスパートの前のところとかも、集団ちょっと後ろのあたりでね、あの、位置していたので、非常にいいポジションで進めていたかなというところで35、35 35ということで、まあ、静岡勢ね、まずは大田選手は活躍というところで、非常にね、均さで、まあ、1秒から4秒以内、まあ、例年と同じような感じで、スパート合戦だったかなというところで、まあ、ね、あのスロー展開もね、やっぱ面白いなっていうところで、スプリント勝負、ラスト勝負が見れるかなっていうところでした。 ねはい、で、2区はインターナショナル区間ということで、コエチ選手ですね。が、まあ、一時ね、25位から1位ということで、24人抜きというところで、まあ、日本選手も含めてで,ですけど、外国籍の選手がたくさん出る中、そんな24人も抜いていくという展開でしたし、中間点5キロ通過は区間新ペースの13分4秒というところでしたね。で、最終的にはですね、 まあ、こい選手が、区間シームラだと1秒というところで、21分54というところで、途中ね、先頭から落ちてしまいましたけれども、まあ、20人抜きを達成ということで、ね、まあ、5号抜きの小いという感じですかね。ここでね、急電工はやっぱね、いつも通りというか大きくジャンプアップをしてきましたし、まあ、すばる三菱重工もですね、しっかり上位で走ってきたりとか、富士もですね、あの、ま、塩沢選手からのキメる選手ということで、いい感じで繋いでいって、これさっきもですね、かなりいいポジションだったかなというところですかね。で、その後は、まあ、あの、日本歴代 というか。 つみきも年んはですね、日本だけ、日本選手だけのチームの西川選手が日本歴代の5番タイというところでいいタイムで走ってきてましたね。23分22というところです。で、次の3区はですね、まあ大阪をすぐる選手ですね、ナイキ所属で GMO にね、参画というところで注目が集まりましたけれども、5キロ通過はね、高戸選手、川瀬選手、田村選手、友木選手、菊池選手ということで、まあ、大体たい13分30前後。まあ去年よりは、去年よりは追い風が穏やかだったので、タイムは出なかったというところですけれども、 しっかりね、やっぱ下り基調のスピード区間というところで13分半通過をしていき、でトモキ選手がですね、もう5本抜きという形で7人抜きをしていて、まあ、弟の直樹選手がですね、1区で銅メダルということだったので、ここからのね刺激もあったのかなというところですかね。で、まあどんどんねトモキ選手が抜いていって。て で、菊池選手と加谷川選手とか力あるランナーもですね、抜いていくというところで、ごぼう抜き劇場が始まって、8位グループですね、20位、2何位から8位グループに上がっていって、まあ大阪さんですよね、の集団にも追いついてくると、多分23位ですね、23位から8位グループというところで追いついていって、まあ、田村選手もね、抜いているし、本当にね、素晴らしい走りを見せてくれましたね。で、10キロ通過もですね、去年はなんかあの、まあ下り基調だったりとか、多分10キロのね、地点が間違っていたりとかして、26分内ということでしたけれども、今回はもう27分前半、 の通過で出て行ってまあ、太田選手川瀬選手大阪選手高畑選手というところでま友、あ、木選手はね去年もねこの区間走っていますけれども2年連続ねしっかり活躍してくるというところですねで土地はねもう最後の後半のところには友木選手をすぐる選手大阪選手ということでまあ、あのー、早稲田 ob のね あの、この二人の並走というところが見られたかなっていうところですけどね、激圧の並走いうことで23位から4位グループ、18位から4位グループというところでして、そこで、ま、最終的にはですね、まあ、区間賞とは、 大田智樹選手で、大坂さんが区間2位ということで、早稲田1、2という形で18人抜き、23位から5位というところだったりとか、大坂さんも18位から7位とかっていうところまで上げていっていたので、まあ非常にですね、まあこの2人頑張ったというか流れをね、大きく変えていったかなというところです。で林田選手もね、2年連続区間3位ですし、青学 OB の梶谷選手、高戸選手が4位5位というところでしたね。まあ去年がね、非常にまあ、区間新ラッシュというか、高記録続出でしたけれども、今年もね、智樹選手や林田選手はね、 安定して活躍をしていきました。しま、大迫さんもね。久々の駅伝というところでした。けれども、も、まあ、しっかりね。智き選手についていったりとか、後半ね。きつかったところね。うまくの他の選手を利用していって組み立てていったのかなと。さすがの走りでしたね。はいで四区ですね。にあ、あとあれですね。太田兄弟がですね。1区3位区と3区,区間賞ということで、まあ、日体高校から早稲田大学卒ということで、まあ、こんな太田兄弟の活躍が光ったかなと。 で、まあ、インタビューのところはですね、非常に大阪さんがね、緩い感じでね、お疲れっすみたいな感じだったので、まず、あ、大阪さんらしいというか、そのままの感じがして面白かったかなというところですね。で、まあ、ね、大田智樹選手の活躍というところで言うとですね、まあ、本当に中学校時代からトップというか、なかなかね、中学校時代からトップを維持するっていうのは難しいところではあるんですけども、まあ、同居の先輩である佐藤由紀さんもですね、中学校時代から中高大実業なんてね、トップで走り続けていて、まあ、静岡本当にね、そういった選手、まあ、高校以降、大学以降伸びてくる選手もね、 多い、伊藤達彦選手とか、そういった選手も多いですけれども、あの、中学からトップの選手も多いということで、本当にね、素晴らしいね、静岡かなと思いますね。で、えー、っとですね、まあ、池田選手、今度はね、4区ではまた静岡勢池田洋平選手がですね、大活躍というところで、10キロ通過27分57ということで、5人抜きをね、半分弱の地点でもう達成して、まあ、その後もですね、まあ、中間点もトップ通過を果たし、 中間のトップ通過で行きまして、その後ですね、12.4キロでは一打高隆、一打選手ですね、を抜いて、 合計八人抜きというところで、まあ、顔は自由にジャンプアップという形でしたし。あの区間記録保持者の細谷選手も、ね、すぐ目の前まで迫っていって、九人抜きということで、大爆走でしたね。まあ、この選手ね、まあ、中学というか、高校からですね、島田高校の頃に、ね、インターハイでも、ね、活躍をしたりとか、まあ、日体大の時にもですね。特に大学四年生の時は、ここに書いてある通り、タフな活躍。十月中旬に箱根駅伝予選会のハーフマラソンを走ってから、その後ですね。全日本二区三位、十字に抜き。 記録万万メメーートトルル自己進日本選手家1万メートル27分台その後ですね、1月2日箱根駅伝2区、えっと、日本トップということで、まあね、なかなかトラックここまでやったり、駅伝ロード、そういったところをね、この3ヶ月間でこのハイパフォーマンスできるっていうのは、なかなかね、きついというか、すごい体的にはね、きついと思うんですけれども、本当にすごいですし、実業団に入ってからも短い3000メートルから、クロスカントリーからハーフからね、本当にマルチにね、高結果安定感出してるので、楽しみな私造家の選手かなというところですね。 で、15キロ通かもぶっちぎりで池田選手だったり、まあ、横手選手もね、怪我に苦しんで、まあ、近年復活してきた選手ですけれども、43分00ということでですね、まあ暑かったかなというところですね。で、細谷選手、吉田し吉田優雅選手とね、マラソン組もいたりとか、湯沢選手もね、長距離マラソン強い選手というところですかね。で、その後ですね、最終的な、えっ、ー、と、ニューイヤー駅伝の4区の、あの、歴代、 では池田陽介選手が歴代5位というところで、まあもっ静岡のね選手がたくさんいる中、まあ藤曲選手や伊藤達彦選手というところで非常にまあ静岡の区間というか歴代トップ10の中にこんなに静岡が入っているというところで素晴らしかったですね。で4区のまあ区間順位というところで言うと池田選手が30秒差をつけてぶっちぎり区間賞ということで細谷選手が2位、小山選手が3位ということで小山選手がねここでしっかりね先頭のところに出ていったというところは結構大きかったかなと。で横手選手もねまあ復活していき ということで区間4位ですし。しまあ、世界選手権代表西山選手は5位吉田選手相葉選手、伊沢選手で井上博人選手はね。少し後半苦しかったです。けれども9位という形でしたね。その後まああのですね。えー、っとサンを走った大迫さんがですね。まさかの実況席に合流するというアナウンスがあって、まあ,あのそういえばね。最近でも。マー私対抗戦では1万メートルでですね。7000ぐらいまでペースメーカーまあ、本当に。 あの、28分台ぐらいのペースメーカーをね、していた上野雄一郎さんがですね、あの, <laughs> その、すぐ走って、ペースメーカーでほんと速いペースで走って、10分後ぐらいに解説席にいて、平然と解説してるみたいな展開ありましたけど、作長制のね、OB はやっぱレジェンドが多いんで、こういったところもね、企画外のことやってくるのかなというところで非常にね、ワクワクしましたね。 で、僕はですね、青木龍馬選手が、まあ、大学時代の恩師である、坪田監督のね、区間記録を目指してということで、法制ね、OB が持ってる、あの、区間記録更新をね、 あの、目指してという形でしたね。であとね、今井さんですよね。千葉大学、大学に卒業した。まあ、全国的にはね、そこまで知られた存在ではなかったですけれども、今回ですね、あの、GMO としてしっかりね、まあ、強豪選手がいる中、出場してくるという形でしたし、まあ、山下一隆選手や、まあ、地元のね、清水監督選手もいるという形でしたね。はい。 で、5区の最終的な順位としては、後半ね、あの、結構ペースアップしていったんですが、青木山選手が45分47ってことで、歴代6位タイの記録で走ってくれましたね。 塩尻選手、今江選手の区間3位ということでした。で、二岡選手、清水勘太選手、丸山選手、川端選手、前田選手、山下千隆選手ということで、区間記録はね、結構難しいですかね。風が穏やかになってくれないと、なかなかね、まあ世界選手権とかオリンピック代表の青木選手とはいえ、なかなか交渉はできないかなと。坪田監督の区間記録はね、まあ、険しいですかね、<laughs> というところですね。はい。で、えっとですね。 ロックに移りまして、今度はね、ハニ拓ータクヤ選手ということで、今期ね、1番メートル日本歴代4位を出してきて、まあ中学校、高校時代はね、トップランナーでしたけども、大学でね、少し苦しみまして、復活をしてきました。今回もですね、あのー、14分53というところで、いきなりね、復活してきて、ニューイヤー駅伝でこの走りというかね、5キロ通過でね、トップ走りということで、盛り上がりましたよね。村野選手だったりね、97年度世代の同期だったりとか、去年区間者の中山選手をね、前半からしっかり抑えていくというところでした。で、明治 OB のね、橋本選手も結構上位 進めていいくという形で、進んでいきましたで大迫さんが合流してきて、まあ、非常にね、来ちゃったということで <laughs>、楽しい展開というかね、結果的にとても楽しかったみたいな形で話していられまして、まあ、これもね、ニューー駅伝に注目してほしいという大迫さんの思いから、こういったことですかね、走った後ね、きついと思うんですけども、しっかりね、あの、そういったところの、何ていうんですかね、考えを持って、あの、行動されたのかなと思うので、まあ、素晴らしい取り組みというかね、面白かったかなと思いますね。 そして、羽ニュ選手もごぼう抜きが始まって、で、その後ですね、本当に8集団まで追いつきましてというところで、はい。はい、ということですね。最終的にはですね、ちょっとです上飛びますね。最終的にはしっかり区間賞っていうか、唯一34分台で区間賞を取って、 で、まあ、2位とは約20秒差なんで、去年区間賞の中山選手と20秒差ということで、さすがの走りをしてくれたかなっていうところですね。で、サタ選手、浦野選手、で、小倉選手もね、入ってきましたね。で、ミス選手ですね、静岡二山高校出身の選手ですけれども、この選手も入ってきて、サンベルク、サンベルクソブですね。かなりね、ここでか、あの、順位というか、流れに、ね、引き寄せていったのかなっていうところですかね。 で、まあ、ここでね、やっぱり八千代松陰 OB というか、羽生拓也選手八千代松陰 OB で、まあ、宮工事はですね、全国高校駅伝では八千代松陰が銅メダル2時間2分18、千葉県歴代最高記録というところで、いいね、形で締めくくって、今回も八千代松陰 OB の羽生拓也選手が6区区間賞ということなので、これは箱根駅でもですね、この7人ですね、八千代松陰 OB いますけれども、やってくれるかなと思っております。 で、まあ、区間賞もね、まあ、97年度世代ですね、大田智樹選手、青木龍馬選手、羽生拓田選手ということで、長、まあ、距離最強世代のね、この3名がですね、区間賞を取っていくというところでしたね。で、その後ね、羽生選手のインタビューですけども、3週間前はコロナにかかって、その後ね、膝もちょっとね、調子悪かったという中で、唯一34分での区間賞、これはもう本物の強さが戻ってきたかなというところで、まあ、今後も楽しみになってくるかなと、もう、あの、本当大注目ですよね。 で、ツイアンカーの7区に関しては、えっとですね、まあ、5キロ通過では、口町選手が14分15、木村新選手が14分17ということで、まあ、口町ロケット炸裂という展開でしたし、ま、ゆうまさんですよね、東京オリンピックの代表の鳩ゆまさんもね、まあ、前半はちょっとね、ある程度抑えつつ、ここから、ここからね、順位を上げていこうみたいな形で入ってましたね。で、最終的には口町ロケットめっちゃ炸裂していって、 まあ、9 5キロ通過では木村一さんが27分07というところトップで走っていて、徐々にね、ゆうまさんとか、つえたき選手もですね、追い上げてきたりということで、まあ、この同期3人ですよね、一さん、つえたきさん、服部さんをね、93年度世代の同期ということで、バチバチに競り合っていましたと。藤曲選手もですね、まあ、静岡加藤学園 OB ということで、かなりね、いい順位で進めていくという形でしたね。はい。 で、最終的にはですね。まあ、ニューイヤー駅伝ではホンダが2連覇ということで、1区と7区はね、明治 OB ということで、小袖選手、木村選手。最終的には木村選手は区間2番という形でしたけれども、これは明日の箱根駅伝ね、明治には追い風になったのかなというところですね。で、まあ、最後、口松選手もですね、あの、ここまで突っ込んできて、ハイペースで突っ込んでくるとなかなかラスト効かないところあるんですが、さらにね、スパートグッとね、広げていって、 で、まあ、8位の選手を突き放して7位ということで、口持ちロケットね、段階的に何発も炸裂という形でしたね。で、静岡勢の上位まとめということで、まあ、大田兄弟、池田選手はそうですけれども、他にもね、まあ、ミス選手だったりとか、大畑選手もね、あの、池田選手と同じ島田高校から日体大のね、ルートですけれども、非常にね、活躍をしてくれましたね。でほんと、いろんな高校ですね、いるっていうのが静岡っぽいですよね。しかも静岡もですね、西部地区、中部地区、東部地区とねいろんな地区があって、まあ、 あの、いろんな地区、浜松に行ったら西部地区、島田高校は中部地区、新山、加藤学園は東部地区というところで、地区もね、バラバラ、かつ、まあ、公立、私立、ね、新学校、そうでないところ、いろいろね、混じってて、本当にね、やっぱ静岡らしくというか、一個、一個にね、集中したりとか、まあ、私立高校だけに集中するってこともなく、いろんな高校にね、バランスよくっていうところが、しかも大学以降も伸びてきたりとか、中学時代からトップっていうの、いろんなね、バックグラウンドの選手がいるというところがね、やっぱり魅力的なのかなというふうに思いますよね。 はい。で、区間賞としてはこんな感じでですね、ざっとね、まとまっています。トヨタ自動車がね、唯一複数区間という形でしたね。トヨタ系列で1,2,3というところです。で、最終的なね、まあ7区の順位としては、93年世代のね、同期3人がね、ゆうまさん、木村さん、豊滝さんということで、1,2,2ということでね、入ってきて、で、口待ちロケット炸裂の、えっと、4位。で、5番が大畑選手ということで、まあ静岡がね、2,5,8というところでね、上位を獲得してくれて嬉しいなというところ。年寄り選手もですね、最後スパート、スパート頑張っ ってました。けれどもまあ、この後ね。最終的に紹介というか。 あの、順位としては、GMO は5位ということで、大迫さんのね、目標が3番から5番ということだったので、目標はね、達成したのかなというところでしたけども、最後ね、トヨタ自動車がね、ユーマさんのスパートでしっかりね、ねじ込んでいって、区間賞で3番というところでね、ま、友木選手からね、流れをね、変えていって、きっちり3番に入ってくるという形でしたし、三菱ビーチ重工もね、安定して4番だったりとか、SG ホールディングス頑張りましたね、6番ということで、最後ね、もうちょっとでしたけれども、6番。スバルが4、えっ、ー、と、7番ということで、 まあ2年連続の入賞。そして中前後ね、めちゃめちゃ頑張ったかなというところで、8位にね、しっかり入ってくるという形で、まあね、トヨタ自動車とか、トヨタ自動車、あトヨタ自動車九州ですね、トヨタ自動車九州とか、まあほんと競合にも勝っていますというところなので、素晴らしいかなと。トヨタ防食もね、入賞までと少しというところでしたし、まあ生乳選手がね、大きくね、流れをね、引き寄せたりとかっていうところがあったので、来年以降また来たいかなと。 JR 東日本日立物流というところで、あとサンベリックスがね、過去最高順位大幅更新ということで15番に入っていて、もしかしたらね、というか整理やるんじゃないかっていうところで注目はあるかなと。非常にね、盛り上がった。最後の最後まで、ね、バチバチだったので、かなりね、今年は盛り上がったんじゃないかなというふうに思います。